皆様大変お待たせいたしました。1時になりましたので、早速ですけれども、フロン対策シンポジウム、ノンフロンの新しい時代に進むために、気候ネットワーク主催 のイベントということで開催させていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。私は今日進行をいたします気候ネットワーク東京事務所の桃井と申します。今日は1時から16時半、4時半までということで、長丁場になりますけれども、さまざまなノンフロンの、お話、ノンフロンに向けてのお話ということで、一部から三部に分けて、いろんな方にお話しいただくことになっています。で、今回ですね、このシンポジウムを企画いたしましたのは、我々もう何年も前からフロンを放出させないようにするためには何が必要なのかということで、政策提言を行ってまいりました。で、もう10年も前になりますけれども、フロンをまず放出させないためには、冷媒のフロンをしっかりと回収していく仕組みが必要なんだということで、フロン回収破壊法を作るためにロビーングをしてきて、それが制定に至ったわけですけれども、それから制定されて10年経った今、フロン回収破壊法という法律の下で、じゃあ一体何が進んできたんだというのを考えてみますと、今フロンの回収率は3割程度と、ずっと回収破壊法ができる前からほとんど、実態としては回収が進んでいないというのが、実態でした。で、さらにそれに加えて、この間ですね、使っている段階でたくさんのフロンが大気中に放出してしまっているという使用時の漏洩がまた問題になってきています。ですから、フロンガスというのが、ある限りですね、これもう必ず大気中に漏れるものなんだということを前提に考えていかなければいけないということがあると思います。で、できるだけそのフロンを使わなくても済むものに関しては、もうフロンを使わないという方向にどんどん進んでいこうということで、実際さまざまなメーカーの方たちがノンフロンの技術とか、ノンフロンを使わないような仕組みとかを作って、実際に展開されています。ですから、今日はそうしたさまざまなノンフロンの技術、冷媒に限らずですね、ダストブロワーですとか、あとクリーニングの業界でも新たにまたフロンが使われようとしているというようなところも含めてお話しいただきたいと思っておりますので、一日長い時間にはなりますけれども、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず一番最初にですね、政府の方から今般フロン対策の方向性ということで、審議会を3年ぐらいにわたって開催されてきたということで、その取りまとめが行われていますので、それについてまず最初に経済産業省のオゾン層保護等対策推進室の室長、岩松弘樹様からお話しいただきたいと思います。それでは岩松様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室長の岩松でございます。本日はよろしくお願いいたします。私の方からは今後のフロン類等対策の方向性についてということで、政府においてのフロン対策の検討状況についてご紹介したいと思います。これ私ども経済産業省と、あと環境省で共同で検討を進めておりますが、私の方から前半の背景ですとか、あと特に今日のメインテーマでありますノンフロン低 GWP 化のところをご紹介したいと思っております。で、もともと青い冊子の資料集が配られておるかと思いますけれども、一番最初のところをご覧ください。で、今日ご説明申し上げます内容は、同じく資料集の、最後の方ですね、55ページ以降に、ついております。今後のフロン類等対策の方向性についてという、審議会報告の案、これに基づいて、ようやく
した部分をご紹介したいというふうに思っております。まだこの後ろについている報告書案ですが、まだ正式にまとまったという状態ではありませんで、パブリックコメントを年末から1月にかけてやりまして、それを取りまとめる審議会を今準備中という段階であります。ですので今日ご説明申し上げるのは12月時点の案に基づいてという点、ご理解をいただければと思っております。それではバックグラウンドのところは皆さんご存知のところもあると思いますので簡単にご紹介申し上げます。フロン類の課題ということですけれども、これはオゾン層破壊効果と、あとは続いて問題になったのが温室効果ということで、それぞれ国際的にも規制がされるようになり、国内の法制度に基づく取り組みも行われてきたということで、歴史的に見るとオゾン層破壊効果のある特定フロンから代替フロンへ、それからさらなる代替物質へと、こういうのが大まかな流れになっております。すいません、失礼します。で、今のフロン類の排出の状況ということでありますけれども、左下のグラフをご覧いただきますと、これが京都議定書の対象になっている、いわゆる代替フロンと産ガスと言われているものの排出量の実績と、あと2020年時点での見込みということであります。大体95年時点で CO2 換算で5000万トンぐらいの排出量がありましたところ、産業界の自主行動計画ですとか、フロン回収破壊法による回収などによって、大体2000年の中頃ぐらいまで減少傾向で、その後横ばいに乗ってきておりましたが、2009年、10年あたりから増えていくことが予測されていると。で、2020年の予測ですと、10年時点の2倍以上の量になるということが見込まれています。これは電気絶縁ガスとか、あと洗浄用途とか、そういった分野、産業分野を中心に大きく排出量が減ってきたというところが大きな原因ですけれども、一方で赤色の冷凍空調分野、これは2000年ぐらいから増えてきていて、足元を急増していて2020年ぐらいまで増えていくということが見込まれています。この要因が右下のグラフにあります特定フロンから代替フロンへの転換ということで、2020年時点の排出量の約8割、CO2 換算で4000万トンぐらいが冷凍空調の分野になるというふうに見込まれております。ですので、この部分をどうしていくのかというところが私どもの政策の最大のテーマということであります。先ほどご挨拶の中にもありましたけれども、フロンの排出というのがどういう場面で起きているのかということ、これ冷媒の中身を見ていきますと、大きく分けて使用時とあと廃棄時というのに分かれます。使用時というのは機器が現役で使われている間に漏洩するということで、これはいろいろな原因がありますけれども、故障不具合等により配管や機器本体から漏れるというところで、廃棄時、これはフロン回収破壊法に基づく回収破壊の義務がありますけれども、この回収率が3割程度ということで、逆に言うと残りは大気中に放出されていることが想定されるということであります。で、2020年時点の中身で見ますと、使用時が6に対してだいたい廃棄時が4というような割合というふうに見込んでおります。温暖化対策、フロン対策を含めまして、国内外の状況ということで整理をしております。左半分にあります環境基本計画、これが一番の元になっているものでありますけれども、中長期的な目標ということで、2050年までに 80% の温室効果ガスの排出削減を目指すということで、それ特に温暖化係数の大きい
ハイドロフローカーボン、HFC などの代替フロン類の対策を進めるということであります。で、右半分は、ね、エネルギー環境会議の革新的エネルギー環境戦略ということで、これは政権交代前のものでありますけれども、地球温暖化係数の高い代替フロントをはじめとするエネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガスに関する抜本的な対策を着実に実行するということが記されております。で、国際的に見ましても、まあ、温暖化対策の中で、特にこの HFC というのを取り出して、削減の取り組みをしていこうという流れが、徐々に強まってきていると、特に昨年あたりからその動きが、流れが強まっているというふうに認識をしております。左の上の、リオプラス20サミット、これで合意文書の中に、この HFC が使用が急増し対処方法がつながっているということで、その生産量消費量の段階的削減を指示するというような文言が盛り込まれておりますし、その下の CCAC という、まあ、去年アメリカ主導で立ち上げられた国際的な枠組みにおきましても、昨年末の閣僚会合で上のリオプラス20の合意を踏まえて段階的削減を指示するというようなサマリーがまとめられております。あと右上ですけれども、モントリオール議定書、これは従来、オゾン層破壊物質の規制をしてきたものですけれども、まあ、同じフロンということで、この HFC についても、この議定書の下で生産規制を導入すべきという提案が2009年から出されております。で、昨年に11月に締約国会合というのが行われまして、議論が行われましたが、代替技術というのはどうなのかというところについて、来年の会合に向けて議論していくべきじゃないかというようなまとまりになっております。右下の EU の F ガス規制、これは後ほど詳しいご説明があるようですけれども、後ほどご紹介します対策と同様に、製造あるいは使用、廃棄といった、まあ、トータルでの対策というのを EU においても検討中というふうに承知をしております。こうした状況を踏まえまして、私どもの経済産業省とあと環境省の合同審議会におきまして、包括的なフロン対策について検討してきたということでありまして、今年の5月から本格的な検討を開始いたしまして、昨年の12月までで先ほどご紹介いたしました報告書の案というのをまとめたということであります。メンバーにつきましては、参考人と中間人、それぞれ学士経験者、NPO の方、自治体の方、事業者の方、さまざま参加いただいて議論してきたということでございます。今後のフロン対策の方向性ということで、これまでご紹介いたしましたような左の現状認識に基づきまして、右の具体的な対策の方向性というところであります。で、ここがポイントですけれども、右上の将来像として、高い温室効果を増すフロン類の環境排出を2050年までにほぼ排出すると。で、そのために当面の目標としては、今の HFC の急増傾向というのは早期に減少に転換するということであります。で、具体的な手段としては、今のフロン法がカバーしている回収破壊の部分に加えまして、製造、使用段階も含めたライフサイクル全体にわたる包括的な対策をやるということで、それぞれの関係者に取り組みを求めるというのが基本コンセプトであります。中身、5本柱になっておりまして、後半は環境省の方からご説明がありますけれども、最大の柱が1番目のフロン類使用製品のノンフロン、低 GWB 化促進ということであります。であと2番目がフロンガスメーカーによる取り組み、で3番目が、機器使用時のフロン類の漏洩防止ということで、これは管理の徹底ということになっております。で1番目の、ノンフロン低 GWB 化促進ということですけれども、この部分、ちょっと1ページ飛ばしまして、11ページとあと
12ページをご覧いただきますと、主な機器における今の使用冷媒と、あと代替冷媒の検討状況というのを載せております。これご覧いただきますと分かりますが、現時点でどの用途にも使える万能の代替冷媒はないということで、代替冷媒として検討されているものはどれも、燃焼性ですとか毒性ですとか高圧、あるいは性能が出ない、コストが高いというような課題を抱えております。ですので、そういった課題を克服しつつ、用途別にじゃあどういった代替冷媒が適用可能なのかというのを詳しく議論していく必要があるという認識であります。そのための対策としまして、機器ごとに機器メーカー、製造優柔者ということですけれども、区分を設けまして、それぞれの温室効果低減にかかる基準を設定して、その基準を事業者には達成してもらうと、こういうやり方での分野別の転換を規制的手法で促していくというやり方が提案されているということであります。でここでご紹介しましたのは冷媒のところの例ですけれども、合わせて断熱材でありますとか、あとエアゾールといった、それ以外の製品用途につきましても同様の手法で転換を促すことを検討すべきではないかという整理になっております。でここはノンフロン化のための技術開発ということで、私どもとしても取り組んできているということ、あと民間でも当然、代替技術の開発というのでいろいろ実用化されている製品が出てきているということであります。であとフロンガスメーカーにも、同様の、環境負荷低減のための取り組みを求めるということと、あと、機器使用時の、漏洩対策ということで、機器ユーザーの管理基準の遵守、あるいは漏洩量の国への報告公表といった仕組みを導入することを提言をしております。じゃあ引き続きまして環境省の方から続きお願いします。岩松様どうもありがとうございました。引き続いて、環境省の方から、今日はご案内の中ではフロント対策推進室長の高澤様がお越しいただくというご予定だったんですけれども、代わって木村ひとみさんに来ていただくことになりました。それでは環境省から木村さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。環境省フロント対策推進室の木村と申します。よろしくお願いいたします。すいません、ですね、こちらに記載の通りですね、本当は当室長の高澤がこちらに参る予定だったんですけれども、ちょっと業務の都合上ですね、出席が難しいということになりまして、急遽私が代理で参りました。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど経済産業省の岩松室長の方から両審議会で議論されてきました今後のフロン類等対策の方向性についての前半部分につきましてご説明いただきましたので、私の方からは主に後半部分のご説明を差し上げたいと思います。すいません、失礼いたしました。後半部分はですね、ご覧になって下の2点、丸4丸5のフロン類解消を促進するための方策、それから丸5番の建築物の解体工事における指導取り組みの強化ということで、こちらについてご説明をいたします。まず4番のですね、フロン類回収を促進するための方策についてなんですけれども、現在のフロン回収破壊法におきましては、第1種特定製品、こちら業務用の空調冷凍空調機器になりますけれども、そちらの廃棄を行うときにフロン類を回収されなければならないと、さらにそのときに廃棄等実施者ユーザーさんですね、そちらから回収業者に引き渡しの委託をされることがあるということになっております。でその過程におきまして、何段階かに分かれて、委託がされるということもございますので、その間にですね、廃棄等実施者の方が、フロン類を回収業者に引き渡さなければいけないというような責任が、曖昧になる恐れがあると
ということで、引き渡しの書面の交付をしなければならないということになっております。それから回収業者さんの方でフロン類を引き取りましたということになりますと、その引き取り証明書を廃棄当事者の方に交付するというのが現在の規定になっております。でこの廃棄当事者と言いますのがですね、回収であるとか破壊の費用を負担するということに法律の中で明記されております。ですので廃棄当事者というのが回収破壊費用を適正に払わなければならない。ただこの費用がですね、今決して安くはないということもございまして、実際に払ってもらえない例もあるのではないかというふうに言われております。ただですね、実際に自分の排出したフロンがきちんと破壊されているのかどうかということを確認できるような仕組みというのは廃棄当事者の方にとっても必要なことであるというふうに考えられますし、お金を払って回収してもらったけれども適正に処理されていないということになってしまうと、それは非常に問題ですので、費用負担者としてですね、支払った費用がきちんと適正に使われているかというのを確かめられるような仕組みを作ることが必要ではないかということで、そちらの問題意識のもとにですね、今ご覧いただいている図のようにフロン類破壊業者がきちんと破壊をしましたということを一番最初にフロン類を廃棄した廃棄当事者の方に情報を戻すというような仕組みが必要ではないかと、そういう仕組みを作る必要があるというのがこちらの図に書いてある通りです。すいません。さらにですね、他の論点といたしましていくつかあるんですけれども、例えば一番上にあります回収業者さん、今全国に3万ほどいるんですけれども、そちらの回収の技術がにばらつきがあると、必ずしも技術力の高い方ばかりではないのではないかというようなご意見もありまして、そのような対策を考える必要があるのではないか。それから2点目といたしまして、工程管理、フロン類がどのように流れているかを書面で追いかける制度につきまして、その書面の様式がですね、複数あるということになっておりまして、そちらを統一するなどによって利便性を向上していく。それから3点目としましては、建築物の解体工事の際に複数の人を経由してフロン類の引き渡しが行われていくというようなこともありますので、その引き渡しを適切になされない恐れがあるということもありますので、廃棄当事者の方にフロン回収破壊法の義務をしっかり認識していただくという意味で、行政の側としては周知を徹底するというようなことが必要であって、それを通じてですね、フロン類の回収を促進するということが我々としては求められているのではないかというふうに考えております。続きまして報告書の一番最後の柱、5番目になります。こちらは建築物の解体工事についてということになります。現在のフロン回収破壊法上の義務ですと、建物を壊すときにその中に冷凍空調機器がある場合などがございますので、解体工事を受ける元請け業者の方が建物の中にそういう機器があるのかどうかというのを確認して発注者に説明をするということがございます。これについては廃棄当事者の方は長い間ビルを使って何十年かに1回壊すということになりますので、普段から解体を専門に行っているプロフェッショナルの元請け業者さんが確認をして、こういう義務があるということを教えてあげてくださいというのが法律の趣旨になっております。でこの事前確認の説明というのが必ずしもきちんとなされていないのではないかということが、こちらの検討を始めたそもそものきっかけになります。他方でですね、建設リサイクル法という別の法律がございまして、こちらは建物を解体するときにはその構造であったりとか解体の方法であったりとかというのを発注者の方に事前に説明しなさいと、それからそれを都道府県ですとか政令市などに届け出をしなさいということになっております。
ただですね、フロン法の場合は説明をしてくださいと言って、自治体の方に届け出をしてくださいということはないので、自治体の方でもそれがきちんと事前説明されているのかどうかはよくわからないと。ということで、廃棄当事者の方が、フロン法上の義務を負っていることをきちんと認識していただいて、回収を適切に行っていただくというためには、都道府県からの指導 を強化していただくということが必要なのではないかというふうに考えられまして、そのためにですね、建設リサイクル法の届け出がなされたときに、それをですね、都道府県なり政令市なりの行政の中で情報を共有していただいて、建設リサイクル法の担当部局からフロン法の担当部局にこういう解体の事例がありますと、ついてはフロンをちゃんと回収するように指導してくださいというような情報共有をすることによって回収率の向上につながっていくのではないかということがございます。先進的な事例としてですね、例えばこちら埼玉県さんの事例なんですけれども、建設リサイクル法の届け出の、こちら様式の記載例になるんですけれども、記載例の中にですね、フロンについて、このその他っていうところになるんですが、このその他のところには例えばフロンのようなことを、フロンがありますというようなことを書いてくださいというようなことについて、記載例という形でお示しすることによって、ここにはフロンを書かなければいけないのかというような普及啓発になるというような事例もございます。それからですね、報告書の中の柱ではないんですけれども、その他といたしまして4点挙げておりますが、まず1点目として経済的手法、こちらについては、規制的な手法ではなくて、課税ですとかデポジットですとか課金制度のようなものについて、こういうものを使うことによってフロン類の対策を進められないかという検討もしておりますけれども、こちらについては引き続き検討するべき課題がたくさんありますということで、これについてはまだまだ検討をしていくということです。それから2点目につきましては、産業界の自主的な取り組みということで、産業界の方はこれまでもいろいろな取り組みをしていただいているんですけれども、やはりですね、行政だけでは立ち行かないというところもございますので、引き続き産業界の方々には自主的な取り組みということで継続をお願いしたいということでございます。それから3点目としまして、取り組みが評価される環境づくりということで、難しい法律ということにもなっておりますので、何らかこうきちんと法律に従ってフロンを回収したりとか、きちんと処理をしたというような方々に対して、その取り組みが評価されるような環境、インセンティブを与えられるような制度というものが必要なのではないかというのが3点目。それから一番最後がですね、制度を改正した時の効果のフォローアップが今後必要なのではないかということが報告書案の中には書いてございます。最後にですね、お手元にこちらのペンギンの表紙の省エネ自然冷媒冷凍凍装置導入事例集というものを配布しているかと思うんですけれども、こちらは報告書とは全く関係ないんですが、環境省でですね、平成20年度から行ってきている補助事業の結果を中心としたパンフレットになっております。で、本日いらしている事業者さんですとかメーカーさん、施工業者さんの中にもご協力をいただいている方が多くいらっしゃると思います。ありがとうございます。で、ですね、こちらにつきましては、補助の割合というものが、自然冷媒を導入した場合とフロン冷媒を導入した場合の、費用の差額の3分の1ということになっておりまして、これまでにですね、23年度までに63施設補助を実施しております。で、このような導入事例集ですとかノンフローの選択につきまして、パンフレットなどに取りまとめて環境省の方では普及啓発として実施しております。で、こういうパンフレットにつきましては、すみません、こちらにノンフローのノンフロン化の推進に関するウェブページということでご紹介をしておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。よろしくお願いします。環境省からは以上です。ありがとうございました。木村さん、どうもありがとうございました。今
経済産業省とそれから環境省と引き続きで今後のフロン対策の方向性についてということでお話しいただきました。私最初にフロンの回収率が非常にもう10年低迷しているということで問題だということを申し上げたんですけれども、そこは引き続きフロンの回収はもう無駄だということではなくて、これから回収率がしっかり上がっていくような形の方向性っていうのは必要だと思っておりますし、それについて一定を講付けしていただいているのかと思いますけれども、まだまだそれ以上にやっぱりノンフロンへの方向というのを今後どんどん打ち出していただきたいということで、それについても経産省の方から示していただきましたが、ここはさらに第3部の議論の方につなげていけたらと思っております。で、引き続きまして、京都議定書とモントリオール議定書から見た HFC 対策ということで、国際的な枠組みの中で今 HFC の規制がどういう状況にあるのかということを名古屋大学の高村ゆかり先生からお話しいただきたいと思います。それでは高村先生よろしくお願いします。桃井さんご紹介ありがとうございました。名古屋大学の高村でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。私国際法例えば条約を専門の研究対象としておりまして、その中でも特に環境保護の分野の国際条約を専門にしております。今日はそういう意味ではモントリオール議定書を、オゾン層保護の仕組みとそれから京都議定書の仕組みから見たときに最近やはり強くなっております HFC の規制を中心にお話を申し上げたいと思っております。今日の私のお話この4つに分けておりますが、後半を主にその重点にお話をしてまいります。もう皆様よくご存知のようにオゾン層保護のレジウムというのは2つの条約からなっておりまして、1つは85年のオゾン層保護条約です。これは協力あるいは情報交換を中心としたものに限られております。その下で87年にできましたモントリオール議定書というのがそのオゾン層破壊物質の規制を実質的になっております。もう詳細ご説明をする時間的な余裕ございませんので、ここでは特に、ここで焦点になっています HFC に関わるところを焦点中心に申し上げたいと思いますけれども、フロンなどのオゾン層破壊物質を規制をしておりますけれども、規制物質ごとに一定の期限内に基準年と比して消費レベル水準生産レベルを削減をしていくと、最終的には全廃ということを目指している仕組みであります。次のスライドのところに一つのイメージを分かっていただくためにどういうふうな形で削減のスケジュールというのが進んでいくかということを示しておりますが、これ CFC でございますけれども、赤がいわゆる途上国、その中でも特に消費量生産量の小さい国であります。5条1項国とか5条国と言われるところでありますが、それから青いのがいわゆるそれ以外の先進国を含めたそれ以外の国でございます。これは、HCFC も同じようにご覧になっていただけるかと思います。で、今日の報告の関わりでいきますと、もう皆様ご存じだと思いますが、HFC というのはオゾン層破壊物質ではありませんので、モントリオール議定書ではそのままでは規制物質としては対象になっておりません。少なくなってこなかったということでございます。気候変動、地球温暖化の方はということでありますけれども、この詳細はすっ飛ばしてしまいますが、その義務の対象から特にモントリオール議定書、オゾン層保護との関係でいきますと、先にできておりましたモントリオール議定書の規制物質については、この最初の温暖化の防止の条約であります、気候変動枠組み条約の中のいくつかの義務の中からですね、対象が除外がされております。扱ってはいけないということではないと思いますけれども、その気候変動の対策を取るときに国の義務の中からそのモントリオール議定書でやっているものはモントリオール議定書でという役割分担をしたというふうに考えられます。京都議定書はその考え方を引き継いでいるわけですけれども、皆様方よくご存じ通り京都議定書6つのガス、しかもそのうち3つというのがいわゆるフロンを断定した代替フロン類と言われるものであります。第二約束期間、日本は削減目標を出さないというふうに説明をしておりますけれども、NF3 が追加をされること、ごめんなさい、
NF3 が追加をされることになっております。さらに、いくつか の HFC および PFC についてはその胃大腸疾患に含まれていなかったいくつかの類がその報告の対象とされるべきであるという決定が2011年ですね、 COP17 で決まっております。ただし条件はついてまして、データや方法論が利用可能な場合ということになっておりまして、具体的にどうするかというところについては私の理解ではまだ国際的な報告のフォーマット決まってないと理解をしております。で、間違ってたら直していただきたいと思いますが、お口ですね。次の図というのが今お話をしましたこのモントリオール議定書オゾン層の規制物質と、それから京都議定書温暖化の条約での対象物質を整理をしたものでございます。こちら一覧にして見ていただきますと、モントリオール議定書が規制をしているもののいくつかは温室効果ガスでもあるわけであります。で、他方で京都議定書の方は先ほど言いました任務分担をしたと言いましたが、基本的にはオゾン層破壊物質、オゾン層破壊物質については対象とはしないという形になっております。で、第二約束機関について追加をされた NF3 を書いておりますけれども、最後ちょっとちっちゃいところに3つほど米印つけておりますが、これはその IPCC の第4次評価報告書の中では出てくる物質で、先ほど言いました報告の対象とすべきだというふうに一応COP 締約国会が決めたものだけれど、まだ方法をどうするかということについて決まっていないと理解をしているところのガスであります。さて、この2つのオゾン層の保護の仕組みと気候変動温暖化の保護の国際的な仕組み、この2つというのはそれぞれ今見ていただきましたように規制物質が重複をしていたり、つまりオゾン層破壊物質であり同時に温室効果ガスであるという物質があったり、あるいはオゾン層破壊物質を代替をする物質が温室効果ガスであると、そうした相互に物質間です関連しているものですから、それぞれの対策がいろんな意味で関係を持ってまいります。一番典型的なといいましょうか、最近非常に注目されてますのはオゾン層対策として進展をしてきたもの対策というのが気候変動対策に非常に貢献してきたという評価であります。これは UNEP と WMOの報告書の中でいきますと、2010年までにモントリオール議定書の下で削減をしたオゾン層破壊物質の年間排出量というのは CO2 換算で約10から12ギガトンというふうに推定をされ、これは京都議定書の第一約束機関の年間排出削減目標との比べると5倍から6倍になると、非常に大きな貢献をしたというふうに評価をされております。他方でこの2つの仕組みというのは必ずしも全てパーフェクトに調和されているかというとそうでもないということであります。気候変動枠組み条約京都議定書は先ほど言いましたモントリオール議定書によって規制されているものについては温室効果ガスについては除いております。ただしモントリオール議定書は生産消費取引は規制をしておりますけれども排出を規制していません。京都議定書は排出を規制をしているわけですけれども、ここで生じるのはオゾン層保護モントリオール議定書の対象になっているオゾン層破壊物質であり温室効果ガスについては排出のところに規制がかかっていないという状況であります。その一つ の反映というのがオゾン層破壊物質で今言いましたような温室効果ガス の性格も持つものについて、市中に出たものについてですね、バンク問題と、その市中に出たものが将来的にもその排出をしていくという可能性があるというバンク問題と言われるものですけれども、回収が一つの方策ではありますが、なかなか特に途上国などでは進んでいないということであります。さらにその2つのオゾン層保護それから気候変動温暖化の2つの国際制度の間で場合によっては対策の方向性がお互いの対策の効果を打ち消してしまうような可能性というのもこの間懸念がされている事項があります。2つ例をご紹介したいと思いますが、1つは温暖化対策として途上国で削減事業をする CDM 事業でありますけれども、ここでその HCFC22 の副産物として生じてくる HFC23 の削減分を破壊す、HFC23 を破壊しますとそれが削減分として CDM の下で排出枠が発行されるという仕組みがございます。
で、これは新規のものについてはもう結論から言いますと、現行のルールでいくと一定の新規のですね、といわれる施設については対象外になっておりますけれども、非常に懸念されたのは CDM の排出枠がそれなりに高かった時期がございますので、そうしますとHFC23 の削減をすると、 HFC23 破壊をするためにですね、むしろオゾン層破壊物質である HCFC22 を増産するインセンティブになるんじゃないかということが懸念をされたわけであります。そして2つ目の点というのが、温室効果ガスである HFC への代替というのが促進をされて、その温室効果ガスの排出を増やしてしまうんじゃないかと。これ例えばモントリオール議定書の下であります多国間基金も一番新しい2012年の理事会の報告の中でも書かれていますけれども、まだなおですね、そのオゾン層破壊事業に、破壊物質規制事業にお金を出すわけですが、その中で HFC への転換の事業にまだ資金がいっている。そういう意味では温室効果ガスを潜在的に場合によっては増やしてしまうかもしれない事業にお金がいっていることに対しての議論がございます。例えばそういう意味で今2つご紹介いたしましたけれども、2つの制度というものをうまく調整をしていく必要があるということをここでは申し上げておきたいということであります。これも先ほどありました、特に HFC に関して言いますと、非常にこれから排出が増えてくることが懸念をされております。これは、ちょっと英語のまま持ってきてしまって恐縮ですけれども、こちらこの HFC の消費量の伸びであります。このオレンジ色というのが途上国、先進国がこの青色でありますけれども、とりわけまだ削減率が低いというんでしょうか、規制が厳しくなっていない途上国において、まだ全廃まで時間ございますので、ごめんなさい、 HFC の転換がまだ進んでおりますので、この将来的な排出量の増加というのが懸念をされます。それがこの C は表しているのは、温室効果にどれだけ、温暖化にどれだけ寄与するか、追加的に寄与するかというのを示しておりますけれども、もちろん二酸化炭素が占める温室効果への影響というのは相対的に大きいわけですけれども、それでもなお将来的に見ますと、この HFC の排出増によって温暖化が促進される度合いの増え方といいましょうかがかなり大きいということが懸念をされます。これは先ほどご紹介しました。さて、オゾン層レジームの下でも、気候変動のレジームの下でも、国際的には HFC 規制の動きが顕著であります。これ先ほど岩松室長の方からもありましたけれども、オゾン層のモントリオール議定書の下では2009年の5月にミクロネシアなどが HFC を段階的に削減をするというモントリオール議定書の改正案を出しております。また同じ年には北米提案といわれるアメリカ、カナダ、メキシコから同時の提案が出ております。でこの提案は最近のモントリオール議定書の締約国会合にも同種の提案が出されておりまして、若干いくつか物質が追加になったりとかですね、基準年の設定の仕方が微修正されたりとかしておりますけれども、基本的に HFC についてその規制オゾン層保護条約、ここでいうとモントリオール議定書の下で、対象として段階的に削減をしていこうという提案が出されております。これについては特に途上国から反対が出ておりまして、なかなかまだ合意には至っておりませんけれども、次のスライドにどういう、これは北米提案でありますけれども、どういう形での削減の提案が出ているかというのを資料として付けさせていただきました。温暖化の方、気候変動の方も2008年頃からやはり島しょ国から同様の趣旨の提案が出ております。で、特に COP17 で新しい条約を法的文書を2015年までに作ろうという合意ができましたけれども、この今交渉しておりますが、この交渉の中でですね、同時に2020年までの対策強化の議論をしようということが議論されています。でその中のオプション、あり得る対策の一つが今ここでお話をしました HFC を含みます温室効果ガス代替フロン系のその対策の強化であります。ここはスキップさせていただこうと思ってるんですが、
さて、今お話をしましたことをもう一度簡単にまとめたいと思っております。2つのオゾン層保護の国際的な仕組み、それから温暖化の国際的仕組みは規制物質のを介してですね、相互に連関をしております。最もやはり効果的に進めていくためには、双方にプラスになる、効果が上がるような対策の強化というのが必要だと思います。同時にこれまでの経験から見たときに、片一方の対策強化すると片一方の対策が効果を損なうということがないように確認をしながら進めていく必要があると思っております。これは国際制度間でもそういう合意にならないように調整することが必要ですし、同時に今日は環境省経産省も来てくださっておりますけれども、ぜひ国際義務を実施をする国の場面でもその政策の中で整合性に留意をしていただきたいと期待をしております。で、特に申し上げました温暖化への寄与度が大きいというふうに今後予測されております HFC の規制の強化というものは、やはり重点が置かれるべきだろうというふうに思っております。特にですね、HFC の経験、とりわけ途上国が HCFC を通った後に HFC に転換をしていくと、また生産ラインを一つ一つまた変えなきゃいけないじゃないかというのが、途上国が HFC 規制に対していて抵抗する、反対をする一つの理由だと理解をしておりますけれども、HFC への転換に、オゾン層破壊物質から HFC の転換への経験というのは、やはりその長期的にはやはりマクロで、つまり全体としては対策の費用がかかってしまうと、それよりはむしろ代替物質や代替技術があるものについては、その代替を第一義的なオプションとするということが必要ではないかというふうに思います。もちろんそれはオゾン層対策にも温暖化対策にも効果がありますし、先ほど言いましたマクロで見たときに最も費用対効果が高い形だろうというふうに思います。おそらくこうしたいろいろな代替物質のアベラビリティ、あるいは技術のアベラビリティは違っていると思いますけれども、この代替を第一義オプションにするということを明確な政策のメッセージとして出していくことが、事業者さん、あるいはそれを開発する技術の方にとっても重要なメッセージ、シグナルではないかと思っております。さて最後でありますけれども、そうは言ってももうすでにこれまで市中に出てしまったものをどうするかという問題はしかしなお残るわけであります。で、木村さんの報告にもございましたように、やはり出てしまったものは最大限回収をせざるを得ないので、そこを一生懸命やる必要があるというふうに思うわけですが、しかし同時に回収の難しさということも回収率を含めてですね、非常に苦労されていると理解をしています。そういう意味では回収とともに、やはりできるだけ市中にこれからは出さないということが非常に大事だと思っております。途上国の、特に途上国に関しては、そのバンクがこれからも増えていくことを考えますと、対処の必要性が非常に強くあると思っておりますけれども、例えばこれが十分な生産規制を伴わないとですね、先進国から途上国に支援をしていくお金の額というのは莫大なものになります。そういう意味では生産規制をしながら、もう代替のある物質については作らないような生産規制の強化をしながら回収を図っていくということが、途上国に関しても非常に重要だというふうに思います。その意味でオゾン層の国際制度と温暖化の国際制度がここでも連携をする必要があるというふうに思っております。私の話は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。高村先生どうもありがとうございました。高村先生、京都議定書のオーソリティでも COP1 からずっと追ってらっしゃる方なんですけれども、そういう方に HFC の問題も合わせてこれからフォローしていただけるという期待も込めて、よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。今お話しいただきましたように、京都議定書の方で、HFC 対策ずっと対象としてあったわけですけれども、むしろそのモントリオール議定書の方でも今規制の対象にしようという議論が、ありまして、で、国際的にはどんどんこれから HFC の増加ということに懸念があって、それを、国際的な形で規制していこうというようなムードはどん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 と高まっているということだと思います。その中で EU が先進的に規制を強化していくという
動きを強めているものですから、まあ、今日は日本冷凍空調設備工業連合会の石井進様から EU の F ガス規制についてお話しいただきたいと思います。石井さん、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました日設連の石井でございます。ここからはちょっと泥臭い話にもなりますけれども、EU においては F ガス規制が新しくですね、改定の動きが非常に活発になっております。なことでそれに対してまた業界は業界でですね、それに対する意見が出されておりますので、その辺のお話をですねさせていただきたいと思います。まずは初めにですね、我々日設連、まあ、業界の工事業者の団体でございますけれども、冷媒問題に関わる、まあ、海外調査というのをここ4年ごと4年ぐらいです、やってきております。まあ、一つは2009年にですね、EU の F ガス規制、あるいはアメリカの工事 WP 冷媒管理規制と、これはまあカリフォルニアでございますが、そういったところの調査をやりました。また2011年にはですね、こちらにおられますローソン様の主導でですね、CO2 のベンチマーク調査というのを、まあ、欧州を中心にしたベンチマーク調査をやりました。それに、まあ、我々参画したところであります。また昨年度、まあ、今年度になりますけれども10月にはですね、我々団体が主催しましたチルベンター並びに、まあ、先進的なことをやられているマイカーさん、あるいはゲアボックさんといったところを他はですね見学させていただいて、まあ、当社調査させていただいたというところであります。ここからはですね実際の動向ということなんですが、3つに分けてちょっとご紹介したいと思います。1点目は、まあ、これまで F ガス規制のですね、レビューというのが法的に付けられておりまして、これが2011年の9月にレビュー報告が EU 委員会から出されております。で、2つ目が今回の改定案、まあ、その背景と改定提案の中身ですね、このご紹介。そして3つ目に、まあ、これに対する業界の対応ということでですね、それぞれ資料ナンバー、ナンバー1からナンバー6というの、このこれらの資料をですね、まあ、参考にさせていただいております。で、まあ、業界の団体につきましては、EU の代表的なですね業界ということで3つの業界をからの意見を述べさせていただきます。で、初めにここはまあ簡単にいきますが、 EU の F ガス規制のレビューですが、まあ、上の方のデータはこれは Mac の自動車関係の Mac ダイレクティブでありますが、下が Mac ガス規制による効果削減効果ということで出されております。ただ現実にはですね、まだ2012年効果がさほど目に見えてですね、F ガス規制の効果が実態として現れてきていないというのが現状ではなかろうかということであります。こちらは F ガス規制の目玉はですね、技能者事業者の認証制度というのが一つの大きな目玉になっておりまして、これは EU の27カ国すでに実施しているはずなんですが、現実にはですね、11年度の調査ではこのような実態で厳しい、まあ、やられているところとやられていないところというのが非常に鮮明にですね分かれておるというのが実態であります。こちらはまあ国別にですねどのくらいの認証が進んでいるかということでありますけれども、まあ、現実には非常に進んでいるオランダとかですね、ほぼ 100% 近くいっているところがございます。で、今回F ガス規制が見直しが必要になった背景ということなんですが、まあ、
不発規制はですね、大きなところでは EU が2050年に向けた目標値を定めております。日本も2050年に向けて、80% ということですが、温暖化の排出量ですね、80%から85% 削減すると。これは90年比でありますけれども、またこれに基づいて、低炭素経済労働マップですね、これに基づいて、F ガスをですね、2050年には約 80% 削減ということを掲げております。でこれに対して、現実にはですね、現実にはちょっとその必ずしも目標に届いてないということで、現実には 60% 現状は良化しているということであります。で、2006年の、この F ガス規制によってですね、いきますと、2030年以降の排出量は1億4000万トン、1億400万トン CO2 ゾーンですがなる予定だということでありまして、ここのですね、ロードマップの達成のためにはさらに7000万トン削減が必要だということが大きな背景になっております。またこれについては F ガスのですね、用途で先ほどご説明も経済産業省の方ありましたけれども、用途別でですね、かなり実現可能性が出てきていると。自然冷媒の導入というのも可能性が出てきているということであります。またモントリオール議定書に基づいた国際的なフェーズダウンということが挙げられております。で実際には F ガスはですね、 EU 全体では排出量が47億トンと非常に大きな量なんですが、この中の約 2%、 HFC は 1.8% ということで、この辺は日本とほぼ同じような比率になっていると。若干日本の方が低いですが、こんな中でですね、ニュー F ガス規制の提案内容でございますが、多く見ますとですね、今現在の F ガス規制をより実効性をあるものにすると、必ずしも実効が上がっていないということで、実効を高めるための目的のものとですね、さらに2050年のロードマップを見込んで、新たな規制というのが考えられております。ここにいくつか挙げておりますが、2050年の目標値の対応ということですね。一つはフェーズダウン、これを後ほど説明いたします。それから増資の禁止、これも後ほど出てきます。でもう一つ大きな封じ込めというのが新たに挙げられております。これはいくつかですね、移動式も点検の対象にするとかですね、定期量点検の基準というのは充填量から GWB CO2 換算に、日本は我々日本ではこういう考え方で進んでおりますけれども、ヨーロッパもこの考え方に移行するということがあります。なお点検の量、点検の回数はですね、この CO2 等によって、このような規制を考えられておるということがあります。それから記録の保存ですね、これはオペレーターということでありますけど、記録の保存と排出データの収集、そして使用規制と、これについては2020年ですね、1月1日から GWP2500 以上のですね、HFC を使用する機器に対する補修サービスを禁止するということは、レーバーのチャージをですね、一切認めないということであります。それから4つ6つ目にですね、機器のプリチャージの規制というのがあります。それから報告義務、レビュー報告並びに発行ということで、今回の規制の、この一連の規制の発行は来年の1月からということが予定されております。で、はじめにフェーズダウンですが、先ほどもちょっとありましたが、EU はですね、かなり意欲的なフェーズダウンの目標を立てております。
先ほどありましたモントリオールのモップのですね、一番新しい北米提案というのはこうあるわけなんですが、それよりもかなり、まあ、最終レベルはちょっとモップよりも高いわけですが、この出だしからですね、非常に急激な削減計画というのを目論んでいるというところであります。まあ、これは2008年から11年までの EU 内での生産または輸入されたすべての種類の HFC の合計量というのを平均値としておりまして、上市の供給量というのを分母にしております。まあ、定義はここに書いたとおりではあります。で、次に、まあ、上市の検診ですが、これは製品ごとにですね、まあ、このように、まあ、家庭用冷蔵庫は GWP の150以上のですね、HFC の使用というのを2015年から禁止するということ、また業務用については2500以上の HFC の使用をですね、17年から禁止、150以上については HFC を使用を2020年からを禁止にしておるという、これはただし密閉型の機器を対象としているということでありますね。移動式のルームエアコンも、まあ、今回対象に新たに対象にしているということであります。それから、まあ、新しくですね、まあ、今回ご紹介している内容は全て今までの従来ある F ガス規制に加えて、あるいは変更した内容ということであります。記録の保存と排出データの収集ということで、やはりその機能オペレーターというのは、まあ、ここでは所有者管理者ですね、それに対する責任を非常に明確に今回F ガス規制で謳われたと確認をされたということでありまして、それに対しての記録の保存義務ということを明確にしております。内容的にはこういった内容と、それからまた行政とか委員委員会の求めに応じて情報の開示義務と、あるいはオペレーターによる廃棄後の2年間の記録の保存ということも謳われております。まあ、各国はですね、こういったデータを集める義務が、データの収集の義務というのを課せられておるということであります。またプリチャージの禁止というのは今回新しく出た内容ですが、まあ、規則の施行3年後からですね、こういった機器について、HFC の充填を禁止すると、まあ、非常にややこしい、まあ、上市以前または、初設置後エンドユーザーが利用可能な状態になる以前には、まあ、使う直前に HFC の充填をしなさいということですね。それから現場充填というのは、まあ、資格者がやりなさいということは改めて謳われております。また密閉型の機器、トバ機器の最大容量の 2% 未満の充填については認めますということで、これは、まあ、輸送中のですね、漏洩とかそういったものを確認する意味では、ガス状態の 2% 未満ならば認めるよということであります。また報告義務ですが、毎年ですね、こういった方々はフッ素化温室効果ガスの報告をしなさいということが義務付けられております。この中には新たに 1234YF とかですね、 ZE 等 HFE についても報告しなさいということになっております。で、こういったヨーロッパの規制はですね、どういう流れになるかといいますと、今 EU 委員会が委員会としては規制案を出したわけなんですが、続いてですね、これはまあ EU コミッションですが、 EU のパーリアメント議会ですね、それからカウンシルと、まあ、理事会なんですがね、これ27カ国すべてが合意しないと法としてですね、規制として成立しないというのが特徴になっております。今はここの段階でありますので、こういうステップを踏むということなんですが、まあ、EU の目論み通りですね、2014年の1月1日からというのは、まあ、関係者によりますと非常に難しいターゲットだというふうに言われております。
続きまして、業界、こういったことに対しての業界、3つの大きな業界を取り上げましたが、1つは、エペというですね、これは環境とエネルギーに関する欧州協会というところで、日本日レコさんも会員になっておりますし、非常に我々と関係の深い団体でございますが、1つは緩やかなフェーズダウンということで、フェーズダウンの中身をよくもう一度見直す、きちっとですね、確認をする必要がありますよということであります。2030年ベースで7000万トンの排出削減は可能ですよと、フェーズダウン、緩やかなフェーズダウンをやってもですね、これだけはできますということであります。で、フェーズダウンをするにあたっては、ベースラインですね、ベースラインの値というのをですかなり意欲的なベースラインを委員会は見ているんですが、これはちょっと現実離れしてるんじゃないよということであります。また野心的な消費量の削減目標ですね、これはあんまり得策じゃないよということで、かえって、エネルギーコストの高い製品とかですね、そういったものの普及とであるとか、あるいはコスト等につながるとかですね、そういったことが言われております。で、今のエフザス規制をより確実なものと実行あるものとするということがまず大前提になるんじゃないですかということを、これとフェーズダウンと一体化してやっていきましょうとのがいいですねということであります。で、これはちょっとお手元に資料にないんですが、エペからですね、つい最近入手した資料でありますが、こういったフェーズダウンの計画に対してですね、これはシナリオ ABC というシナリオで、 ABC とシナリオでですね、決算にかなり詳しいコンサル、イギリスのコンサルに頼んでですね、やられた結果なんですが、これは あまりにもオプティミスティックと言いますかね、もうすぐにでも自然冷媒に移行できるみたいなね、そういう意欲的な目標で初めてこれが達成できますよということでありました。現実にはシナリオ B ですね、この辺が妥当じゃないですかと、で、これに沿ったフェーズダウン計画というのを見直す必要があるんじゃないですかというのがエペの提案であります。またヨーロベントですね、こちらは欧州の冷凍空調工業会の提案でございますが、いくつかこういったように定期漏洩点検の1年後から導入とかですね、いろいろあるんですが、一つ使用規制ということについては反対と、またプリチュアリ規制反対ということが明確に打ち出されております。漏れの防止のに焦点を当てたこともまず第一ですよということで、使用規制をかけるとユーザーがですね、リトロフィットを決め付けることになるということで、これに対しては莫大な投資が必要になるということのようであります。プリチャージにつきましても、プリチャージをやらないということで逆に排出量が増えるコスト並びにコストアップになるリスクもありますねと、またフェーズダウンの抜け道とかですね、貧相性の問題といったことが言われております。フェーズダウンにつきましては、エペとほど同意見で歩調が合っておりまして、緩やかなフェーズダウンであればこれは賛成ですと、ただしベースラインが問題ですねと、また緩やかな、よくですね、実証代替製品の上市であるとか、新技術の導入とかいった、こういったことを踏まえてですね、決めるべきじゃないですかということであります。そして3つ目に、欧州冷凍空調工業会、こちらはアレアという団体なんですが、こちらはどちらかというと中小の工事業者さんの欧州全体の団体であります。こちらの特にですね、F ガス規制、今のこれをまず確実なものにすると、実行を上げるというのはまず第一ですねと、それには資格者、これも先ほどありましたように資格をきちっと取られているところと非常にまだ進んでないところと温度差が非常に高いということで、これをまずきちっとやるような仕組みが必要なんじゃないですかということを強く訴えております。また自然冷媒、代替冷媒についてはですね、安全性のリスクということをきちっと踏まえる必要がありますねということを言っております。最後に欧米の法規制の状況をまとめた資料でありますが、
こちら後ほどご覧いただきたいと思いますが、まあアメリカでは一番まあ進んでいるのはカリフォルニアのですね、大気浄化法というのが、これは先行しておるということで、定期漏洩点検あるいは報告義務と、漏洩量の報告義務といったこともかけられておるという状況であります。だいぶ走りましたが、以上で説明を終わりたいと思います。ありがとうございました。石井さん、どうもありがとうございました。EU の規制について丁寧にご説明いただきました。まあ、いかにEU の方で HFC 対策を強力に進めようとしているかという動きがよく分かりました。今業界のスタンスまでお話しいただいたんですけれども、EU の中で環境 NGO の EIA やグリーンピースといった団体がこの HFC 問題については追ってまして、むしろその技術的には自然冷媒で全て対応することが可能なんだと。でフェーズダウンという言葉がありましたけれども、まあ、そのできる限り少なくするということではなくて、完全にもう禁止するんだということで、フェーズアウトということを NGO は主張し、まあ、グリーンピースなどは2020年までにそれが可能であるといったような声明を出すというような動きがあります。でまあ、業界が非常に莫大なお金をかけて反対運動をしているものに対して、 NGO はまあそれに対しては細々と反対を続けているというような状況ですけれども、まあ、むしろその市場はまあ EU の委員会の強いメッセージを受けて自然冷媒の方に動き出しているということが言えると思います。で今日はそのまあ EU ですとか米国ですとか国際的にその自然冷媒の動向を追って、まあ、メッセージをどんどん発信しているシェコというEU にある会社から、ヤン・ドゥシェックさんにお越しいただいて、欧州と米国の自然冷媒の動向についてお話しいただきたいと思います。それではドゥシェックさん、よろしくお願いいたします。桃井さん、ご紹介ありがとうございました。私はヤン・ルシェクと申します。シェコの市場アナリストで、これからどうぞよろしくお願いします。まずはシェコはご存知している方々がいらっしゃると思いますけど、簡単にシェコの活動をご紹介したいと思います。シェコはマーケットデベロップメントエクスパート、NGO と NPO ではなくてプライベートコンパニーですけど、ミッションは NGO と大体似てます。 NGO と同じく環境に優しい製品を市場に早く紹介できるようにします。ここまでのエクスペーティーズは HVACR というのヒーティング、ヴェンティレーション、エアコンディショニング、レフリジェレーションのインダストリーです。自然冷媒の業界についていろいろな活動があります。自然冷媒ニュースの発行は第一の活動です。もう2006年から R744、すみませんでした。R744 は CO2 について、またアモニアとハイドロカーボンと水冷媒についてニュースのウェブサイトを発行します。自然冷媒について国際会議を開催します。今度、まあ、ここまではヨーロッパでもアメリカでもアジアでもアトモスフィアという会議を開催しました。最近石井先生がのプレゼンテーションの中で EU のコミッショナーの写真が見まして、実はその新しいの F ガスのレギュレーションはコニー・ヒンデガー EU コミッショナーはその最後のアトモスフィアヨーロッパの時は発表しました。自然冷媒市場についてマーケット調査、アンケート調査とかマーケットリサーチの活動があります。ガイドヨーロップという今日持ってきましたのマーケット調査、マーケットデータが入れているのレポートです。どうぞ見てください。合わせてもらえますか。お願いします。あと2011年の調査が行った、それはガイドヨーロップというレポートになりまして、今度はアメリカ
北米自然栽培市場についてデータ集まったり、マーケット調査、アンケート調査したり、今月はもう発表になりまして、新しいデータがもう誰でもタダでダウンロードできます。こういうウェブサイトでアクセスしたら。これからの予定は、日本、またヨーロッパの2番目、あと中国の自然栽培市場についてアンケート調査、またデータ集まるつもりです。今日はその世界の調査、また国米の調査のデータ、またアンケート調査の結果を簡単に例として紹介したいと思います。2011年が行った世界のマーケット、アンケート調査とデータを集まったのは、世界の一番大きな業界のマーケット調査でした。2012年はその国米のまたデータとアンケート調査が行いまして、この2つのアンケートの結果を紹介します。最初は世界のアンケートの結果です。回答者の自然栽培を使用している企業、またエンドユーザー、あと関係者は、自然栽培を使用しているかどうかという質問に聞いて、ヨーロッパは 76% イエスという答えがありまして、次のはアメリカ 67% です。アジアとアフリカは、ここまで自然栽培がしてない回答者は、これから将来を見ると自然栽培を使うつもりですかという質問の結果は、ヨーロッパの結果は 55% はこれから、将来は自然栽培を使うつもりです。2番目のはアメリカ、また北米、40% は自然栽培を使うつもりです。アジアとアフリカは大きく見えますけど、その回答者の中でほとんどヨーロッパとアメリカの回答者で、アジアとアフリカはほぼ 20% の回答者いました。これからの世界の中でどこが自然栽培について一番ポテンシャルがありますかという質問で、回答者はこういう結果になりました。結果はヨーロッパは 74% がポテンシャルが高いという回答がありました。次はアウストラリアと北米はまだ平均ポテンシャルが高いという結果がありました。このすべてのデータはレポートの中身が入ってますけど、ぜひ見てください。そのアンケート調査を行うときは、レポートを発行するとき、データも集まります。このデータはもう2011年のデータ、CO2 導入しているのスーパーマーケットの地図です。非常に人気になったの地図です。ここはどこのヨーロッパの国は何個とか数、その CO2 導入しているのスーパーマーケットの数が見えます。やっぱり一番多くのはデンマーク、またイギリス、ドイツ、スイスランド。南ヨーロッパはまだまだですけど、実は11月のヨーロッパのアトモスフィアの会議の時は、これから南ヨーロッパにも技術が進んでいるという発表がいくつもありまして、ヨーロッパのすべてのところ、全部の国でもう自然栽培技術を導入することができるという発表がいっぱいありました。シェコはその結果、データを集めるのは2011年ですけど、2012年を見ると、ここまでその数は1600点を超えました。CO2 だけじゃなくて、アモニアでもハイドロカーボンズを導入したスーパーマーケットを見ると、シェコの推定はここまで3000点もあります。
世界のアンケート調査の結果ですけど、これを見ると2020年は自然栽培のマーケットシェアはどのぐらいになる、 20% 以上になるという結果は 59% の回答者が思いました。2012年に比べるとその時は 13% だけは自然栽培市場は 20% 以上に なっています。すいません、この赤いとグレーの部分は 20% 以上のマーケットシェアがあります。2010年は 59% は 20% 以上になるという結果です。ヨーロッパで先ほど言いましたのヨーロッパの CO2 導入したスーパーマーケット、ここはエンドユーザーの例です。このぐらいもう導入している自然栽培の技術を導入しているの店の会社エンドユーザーで、これからまた広がる可能性が高いです。最近の国米のマーケット調査の例です。アメリカは自然栽培にとってウォールドリーダーになるカパシティはについてどうと思いますかという質問で、回答者は 70% 以上はそのリーダーになりそう、そのリーダー自然栽培市場のリーダーになるというオプティミスティックな意見がありました。その国米の調査は自然栽培技術を使用している企業、またエンドユーザー、また関係者はどんな自然栽培を使ってますかという質問で、ほとんど CO2 の方が多くて 66%、 それはMulti answer のクエスチョンですから、次はアモニア、あと3番目はハイドロカーボンズ、水でも水栽培また空気栽培も使っている後退者がいました。北米のマーケット調査の中で自然栽培の強みまた弱点を聞きました。350以上の回答者は自然栽培の強みは、環境配慮また環境インパクトは強い、それは強みです。次のは栽培のコスト、やっぱり HFC より安いです。効率性またパフォーマンスは3番目の自然栽培の強みになりました。弱点はここまでの経験者は一番弱点に見えます。その自然栽培のインスタールまたマインテナンスの経験者、技術はよくご存知の方々がまだまだ少ないです。2番目のはスタンダード、すいません、インフォメーションアワーネスという自然栽培のその技術を詳しくご存知しているまたエンドユーザーのアワーネス、スプライヤーはこういう技術に力を入れたいというアワーネスはまだまだこれから進むつもりですけど、まだ弱点に見えます。3番目のはスタンダード、それはヨーロッパでもアメリカでも日本でもそうと思いますけど、まだスタンダードは進めないと思います。先ほど見せましたのヨーロッパの地図ですけど、これは新しいのデータのアメリカとカナダの CO2 導入しているのスーパーマーケットです。ヨーロッパの場合は CO2 トランスクリティカルという技術を導入しているスーパーマーケットですけど、アメリカを見るとトランスクリティカル、一つしかいないです。この他はセコンダリーインスタレーションズ、またカスケードインスタレーションズ。アメリカを見ると40点ぐらいになってます。まだヨーロッパと比べると少ないですけど、これから早く進めるという推定をします。カナダを見るとアメリカよりトランスクリティカルの方が多いです。28点です。あとヨーロッパ
アモニアとハイドロカーボンズを含めて3000点。カナダとアメリカ、また40、60点以上です。最近のニュースなんですけど、去年の9月はアメリカのオールナチュラル、自然栽培が入れている技術は、グリーンチルアワードというアワードを受けました。これからアメリカの市場はいろいろ期待があります。ヨーロッパ、中国、あと日本を見ると、ヨーロッパの方がトランスクリティカルインスタレーションが多いです。また自然栽培技術が入れているの店が多いですけど、中国は日程が書いてありますけど、実は昨日中国のコリーグから聞きましたのは、もう4番目のトランスクリティカルインスタレーションがあります。日本を見ると、ここにいらっしゃるのローソンさんとイオンさんがリーダーになっています。ここまでは業務用自然栽培機器について話しましたけど、CO2 ヒートパンプ、エコキュートを見ると、日本は成功例になります。ヨーロッパとアメリカはほとんどマーケットシェアが 2-3% に過ぎないですけど、日本では標準になっています。実は今週の水曜日は NX に参加して、エコキュートの動きをについてレポーティングしようと思いましたけど、エコキュートは一つでも見せてないです、そこは。なぜならということをちょっと聞きまして、もう標準になって広告またプロモーションは必要じゃない。どこで新しい家を建つならもう必ずエコキュートが入れてます。という答えが来てちょっと嬉しかったです。日本はこの10年の間、もう350ユニットがインスタルされてます。マーケットシェアは 98% 以上になってました。これから簡単に日本での新しいのプロジェクトを紹介したいと思います。まずは国際会議はヨーロッパとアメリカで開催しましたが、今回初めのアジア版を開催するつもりです。今年の9月、東京で3日間の150人ぐらいのパーティシパンツを目指しています。ぜひ詳しいことをでもお聞きしたい方がいらっしゃれば、後ででもお願いします。あと、atmo.org というウェブサイトで国際会議についてすべての情報が集まります。2番目の日本、またアジアのプロジェクトは、すみません。ガイドジャパンというまたマーケット調査、自然栽培の技術のデータを集まるつもりです。はこれから始まります。ぜひいろいろなスプライヤーまたエンドユーザーとご協力お願いいたします。以上です。ありがとうございました。トゥシェックさんどうもありがとうございました。ご本人はちょっと緊張するって言ってたんですけど、日本語で今日は時間のない中なのでやっていただきまして、素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。今ありましたように、自然栽培に向けて、大きく世界が動き出しているということで、日本の中のスーパーコンビニの数100って出てて意外と多いじゃんって見た瞬間思ったんですけれども、あれのほとんどが、今日発表いただくローソンさんとイオンさんで占めているということじゃないかと思いますので、それを考えるとまだまだこれから日本は進めるべき方向性っていうのがあるのではないかと思います。それでは今までのお話第1部ということで、実は質問の時間取りたかったんですけれども、ちょっとかなり時間が押しておりますので、皆様今日は最後までお残りいただけるということで、今日のご発表者の方へのもしご質問がありましたら、第3部のところで時間が取れたときに簡単にお話しいただけたらと思っております。で、引き続いて第2部の方に移っていきたいと思います。今までのお話、メインは栽培フロント
ということでフォーカスをしてお話しいただいたんですけれども、これからちょっと話 の, 趣旨を変えてですね、フロン対策というと、今は冷媒が中心になってくるんですが、そうではなくてフロンまだまださまざまなところで使われているということで、一番最初にですね、どちらだっけ、まずクリーニングの問題から、クリーニング業界で今広がろうとしている HFC 転換、それをめぐる動きについて、今日は福島からやってきていただきました、セルクルという会社の鈴木和之さんに、クリーニング業界で の HFC 転換をめぐる動きということで、お話しいただきたいと思います。先ほど高村先生のお話の中にもありましたけれども、新たに HFC の 365MFC というのが、京都議定書の対象のガスになったんですけれども、そのガスが、今回クリーニング業界の中でむしろ転換が進められようとしているという現状があって、それについてご報告いただきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました株式会社セルクルの鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はクリーニング業者でございまして、クリーニング店は全国に14万件ほどございます。そのうち作業場を伴った工場とか作業場というを伴った店舗というのが2万8000件ほど現在ございます。こういうところでは家庭で行われますような水洗いですね、ワイシャツなんか水洗いなんですけれども、その他に業務用のクリーニングとしてドライクリーニングを行います。ドライクリーニングには元来からあります石油系の溶剤とか塩素系溶剤、フッ素系溶剤というのがございます。石油系溶剤が大半を占めまして、ほとんどが 94% が石油系でございますが、1980年代にはフロンガスを液化フロンガスを使ったクリーニングが行われまして、沸点が40度ということで医療品に温度をかけないということで非常に広がったんですけども、ご存知の通りこれはオゾン層を破壊するということで1990年代に急速になくなっております。ただこのフロンガスによるフッ素系クリーニングを支持する方というのもわずかながらいらっしゃいまして、そういう人は現在でもですね、このソルカンドライと呼ばれますものをやっております。こういうのが以前はほんのわずか 0.何%しかなかったんですけども、こういった溶剤が使用している人がございました。これがですね、大きく転換することがございます。これが2009年7月なんですけども、クリーニング業界にですね、建築基準法違反問題というのが起こりました。これはですね、業界第2位、業界第3位という業者が相次いで、建築基準法違反により摘発されました。この摘発の理由は、石油系溶剤というのは、引火して爆発しますものですから、商業地や住宅地は危険で使ってはいけないということになっております。工業地でしか使用できないんですが、商業地や住宅地は人が集まりますので、ここに作りますと、工場兼店舗を作りますと、非常に収益性が高いんですね。それで一部の業者が不正をしたら、それが広がってしまいまして、ことごとく業界の秘密として不正が広がるという大変恥ずかしい事態が起こったんですね。そういった業者が非常に多くて、実態は7、8割が違反していたんではないかなというふうに言われております。このようにですね、不正なノウハウを業界で共有してたと。これは会津若松で初めて発見されて全国に広がったものでございます。平成5年頃から急成長したクリーニング会社はことごとくですね、こういう不正をしていたんではないかというふうに、悪い言い方をすれば悪い順に儲かっていたんです。こういうことが起こったもんですから、この不正ができなくなります。建築家が来て、これダメですって言われれば使えなくなってしまうんですね。それで引火する溶剤を非引火性の溶剤に変えれば、この問題は解消されるという建築基準法をクリアできるということになりまして、ソルカンドライ、先ほどの言いましたフッ素系溶剤が急速に2009年よりこのクリーニング業界で広まったわけでございます。でもこのソルカンドライというのはクリーニング業者用に作られた名前でして、正しくは HFC365MFC でございます。ただこれが温室効果ガスであるということはクリーニング業者には伏せられてやりました。だからこのようにですね、ソルカンなら安全安心、オゾン層を破壊しないから地球に優しいという宣伝を、この典型的なものですけれども、こちらのこれはあるクリーニング屋さんのホームページなんですけれども、
まあ、人と衣類に環境にも優しい安全で安心なドライクリーニングですと、これは今まで不正をして摘発されたものでそれをカバーするためにこういった言い方をするんです。ただここにいらっしゃる方はおそらく温室効果ガスを地球に優しいということに対してはとんでもないと言われると思います。でそちらはその機械もですね、急速に広まったものですから慌てて機械屋さんも作り出しまして今まで作ってなかった機械屋さんまでこのソルカンドライ用の洗濯機を作りました。しかもなぜか厚生労働省がこれに対して減税措置をしたんですね。エコクリーニング機減税、どこがエコだと言いたいんですけども、こういったことがクリーニング業界では広まってしまいました。まあ、大変困りますが、まあ、詰まるところ、このあればですね、不正業者たちの代替案だったんですね、この温室効果ガス。現在でも、ただ違反状態の業者は非常に多いので、どんどん広がっているというのが残念ながら現状です。このような理由ですから、なんとかこれを止めなきゃならないということですね、気候ネットワーク様にお願いして、声明文を出していただきまして、クリーン業界にこのような声明文を出してダメですよということを言ったんですが、かなりの業界紙3社に出し、あとメーカーにも出ししているはずなんですが、クリーニング業界から全く動きがございません。これは業界の中でこれを隠しているんです。この実態をあれですね、知らぬふりをしているわけですよね。これはちょっとお恥ずかしい話ですが、これがクリーニング業界の現状なんですよね。それでまあなんとかこの問題をこうしなければならないということで、改善策を私なりに考えております。ですね、まずクリーニング業者、特に大手業者のシェアが大半なんですけども、大手業者は全国的にスーパーさんとかそういう小売店にテナントとして入店しております。で小売店のその売り上げがクリーニング業界のほとんど今大部分を占めつつあるんですね。ですからこういった実態をですね、小売店側によく伝えて、温室効果ガスを使用するようなクリーニング屋さん、しかもそれを環境にいいと宣伝するようなクリーニング屋さんはちょっと困りますということを言っていただければよろしいんじゃないかと思います。本日は小売店の方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方が今冷媒のことで一生懸命努力されて、その温暖化を阻止しているのにですよ、そこに入っているクリーニング業者がね、ボコボコ温暖温室効果ガス使ってたらとんでもないですよね。そういうことをこうやっていけば、取引先である小売店側からのちょっと圧力というのも効果があると思います。また消費者の方にですね、よくその実態を伝えてですね、これはダメですよということをこうよく伝えていけば、消費者の方もご理解いただけるんではないかなと思うんです。でじゃあ実際ですね、そのクリーニング業者が使っているソルカンドライという溶剤なんですけれども、実際それはいいものかと言いますと、クリーニング業者も実は嬉しくないですね。まず高い、石油系の10倍ぐらいしますね。それからですね、これが致命傷なんですよ。汚れが落ちないんですよね。だからクリーニングに出して落ちなかったら話にならないじゃないですか。だからそんなものなんです。それから洗えない素材が多くてですね、例えばビーズとかですと溶けてしまうんですね。まあ、ケミカルアタックが強いとよく言われるんですけども、ナイロンもダメ、それのためにクレームが起きやすくなるんですね。それから管理が難しいということで、例えば非常に気化しやすいので蓋を開けたまま、例えば洗濯機の蓋を開けたまま帰ったら翌朝なくなってたとかですね、これは環境的には大きい問題ですけども、クリーニング店にとっても大きい経済的ダメージなんですけども、もうやりづらいということで、実はみんな好きじゃないですね。これだけですね、要するに使いづらいものはないし、第一建築基準法問題が起こったから起こっている、使っているだけで、日本でしか使用されてないんです。外国でどこでもこれはないんですよね。ですね、それでこうですね、そういったクリーニング業者がこれは実は建築基準法で摘発を受けて、そのソルカンドライを使用していると言われている、行政からはそういう指導を受けている工場なんですけれども、去年これは秋田で起こったことですけども、これは石油系溶剤を内緒で運んでいるところを地元新聞記者が目撃したものでございます。これはこれで問題なんですけども、建築基準法違反なんですけども、このようにソルカンドライと言いながら実はあまり使いたくないというのも現状ですね。ですから外からのプレッシャーがあれば、自然とこの問題は私は解決するんじゃないかと思います。他の業界ですと、このあれですよね、HFC に対する代替策ということを述べられますが、クリーニングの場合は非常に簡単です。悪いことをしてたんだからやめなさい、それだけですね。現在使っているのは大手業者ばかりです。大手業者は行政というよりは取引先から
言われるのを恐れています。取引先というのは、ご存知のように小売店ですね。小売店から法律に違反していてはいけませんよという、それで建築基準法違反を改正するために焦ってやっただけですから、それをこうあれですよね、さらにその温室効果ガスではこれ始末が悪いので、そういう意味でですね、これを外からのプレッシャーで改善していくことはできると思います。このようにですね、実はそのクリーニング業界というのはですね、いろいろちょっと問題が多くてですね、先ほど言った土壌汚染、それから違法な追加料金とかですね、皆さんご利用されていて気がつくかどうか分かりませんけども、それから不正な加工料金が現在蔓延している、それから消費者へのごまかし、これは最初に出した人だけ丁寧にやるとか、そういうのが非常に横行しています。それからですね、都心のクリーニング工事はみんな外国人が多いですよね。あれもちょっと非人道的であって、この業界では問題とされております。このようにですね、クリーニング業界は問題が多いので、一部業者が協力してですね、こういったことを正していこうということを考えております。もちろんその中の一つにこの HFC 対策もございますということで、今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。鈴木さん、どうもありがとうございました。普通業界の方からですね、生々しくその業界内部のお話がこういう場で聞けるということはないんですけれども、鈴木さん、本当にクリーニング業界全体を良くしていこうというような意欲を持って、この HFC のことも問題だというふうに声を上げられて今日も出ていただきました。ありがとうございました。引き続きまして、ダストブロワーのことについて、次は NKK というダストブロワーでノンフロンのダストブロワーを作られている山井秀一さんにお話しいただきたいと思います。山井さんの方では今ダストブロワーというのがほとんどが HFC で、安いものが大量に売られているというような状況の中で、日本のメーカーとしてノンフロンのダストブロワーを古くから作って販売されておられます。で、今日はそのノンフロンのダストブロワーについてお話しいただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました、私 NKK 株式会社の山井と申します。本日はですね、ダストブロワーのノンフロン化についてのお話をさせていただきます。よろしくお願いします。まず一番最初にですね、ダストブロワーの問題をお話しする前に、まずダストブロワーってどういうものか、まず、お使いになっている方はいらっしゃると思うんですけども、使ってない方とかもいらっしゃると思うんで、簡単にご説明いたしますと、今日商品こう持ってきたんですけども、要はスプレー缶になっておりまして、中に液化ガスが入っております。で、この液化ガスをですね、気化する勢いでシュッというこういう勢いによって、いろんな精密機器等のですね、ホコリを除去する目的で作られているものです。で、通常コンプレッサーとか大きな機器を使ってそういう圧力でホコリを飛ばすというものがあるんですけども、やはりこういうハンディタイプで手軽さのものからですね、やっぱり使い勝手がいいということから、例えばコピー機とかファックスとかですね、銀行の ATM とか、最近自動改札機とかですね、さまざまな精密機器のメンテナンスとかですね、最近特にまた家庭用のパソコンが普及してきてますので、そういうパソコンのキーボードの間にたまったホコリとかをですね、除去する目的でですね、こういうダストブロワーの需要が進んできました。このダストブロワーの用途なんですけども、先ほどお話しした、コピー機とかファックスのホコリの除去、業務用の機器のホコリの除去で、パソコン、あとカメラのレンズの掃除とかですね、最近ゲーム機器、携帯電話機器のケーブルポートの掃除、あと建築用のドリルの穴開けた後のですね、粉塵処理とか、いろんな用途でですね、ダストブロワーっていうのは使われてます。で、ですね、次に初めにそのダストブロワーっていうのをこの、中にこの液化ガスが入ってるっていうことでお話ししましたが、ですね、それではダストブロワーはどのようなガスをしているか、使用しているかについてご説明いたします。
ダストブロワーは大体今から約30年ほど前にですね、あのカメラのレンズのホコリを飛ばす目的で CFC の12というガスを使ってあの作られたのが一番最初で、そこからですねやはりあの12というフロンでですねオゾン層を破壊するガスの全廃や使用規制のために HFC の22で、まあ、ここからまた、温暖化ガス等のいろんな問題で、HFC134A でさらにまだ温暖化ガスの問題ということで HFC の 152A へと、代替が進められてきました。で、今現在はですねさらに、より一層の温暖化効果ガス削減のために、まあ、これからお話をさせていただく、DME プラス CO2 というノンフロンのタイプと、まあ、CO2の、ダストブロワーに今代替が進められております。それじゃあまず、なぜダストブロワーに、フロンが使用されてきたかっていうことについてちょっとお話しするんですけども、ダストブロワーという商品はですね、ホコリを除去することが目的であるためにある程度の噴射の圧力が必要であって、さらにいろんな安全性、特に火器に対して、まあ、人体に対してのですね、安全性というものが必要になってきます。で、よく通常売られているいろんな殺虫剤とかスプレー品なんかに入っている中のガスは、LPG というガスが入っておりまして、知っての通り、可燃度の強いガスです。で、やはりその可燃度の強いガスを使ってしまうといろいろな安全性の問題が出てくるためにですね、他に何かいいガスがないかということで、やはりそのフロンの特性っていうのがですね、このダストブロワーの条件を満たすのにすごく適していたガスであったためにですね、フロンの使用がされ続けてきたというのが現状です。で、まあ、ここから一応本題に入らせていただくんですけども、まあ、フロンを使用したダストブロワーの問題点、まあ、どういう問題があるかということをお話しさせていただきますと、まず一番最初が地球温暖化ガスの大気放出ですね。先ほどガスの流れで ご説明させていただきましたが、温室効果ガス削減のために、温暖化係数の低いタイプ HFC152A というタイプに変えてきたんですけども、まあ、実際問題この152A のガス、ダストブロワー、このダストブロワー1本使い切ってしまうとどのくらいの CO2 を放出するかというと、1本で60キロもの CO2 を放出してしまいます。これはもうこのダストブロワーの目的って大気放出が目的ですから、完全に外にこの60キロっていうガスを放出してしまうことになります。で、まあこれをですね、例えばまあ家族4人の家庭でですね、10日分のもう平均の電気使用量にも相当する量になります。で、今ダストブロワーの市場っていうのが、約国内の市場が約600万本あると言われてまして、これをまあ仮にこの HFC の 152A を全数出してしまうと36万トン相当の CO2 を大気放出という、やっぱりかなり大きな問題であると思われます。で、次の問題点としてですね、安全性で、先ほどもお話しした通り、ダストブロワーをは大体皆さん一般の方がお使いになりますので、やはり安全性を求められる商品であります。で、まあ、温暖化対策としてHFC134A から 152A に代替してきましたが、その反面 HFC152A っていうのは可燃性ガスです。で、もちろん一番最初にお話ししたスプレー品で使われて LPG っていうガスに比べれば可燃度は低いガスであるんですけども、やっぱり使い方によってですね、やっぱり現状引火事故というものが発生しました。で、こういう問題点の解決、問題点がありまして、そこでそのノンフロン化のためにはですね、地球温暖化対策と安全性の両方をクリアしていかなければいかないということが、ノンフロンブロワーに進めていくための問題解決というテーマがありました。次にですね、その問題の解決に向かってなんですけども、まず地球温暖化ガスからの、まあ、代替案としてですね、HFC152A から DME プラス CO2、
この DME というガスなんですけども、このガスはジメチルエーテルというガスを使っておりまして、まあ、このジメチルエーテル単体ですと、その LPG に比べて可燃度は低いんですが、同じ、まあ、HFC152A 同様ですね、可燃性ガスであります。でそのこの DME 単体でありますと、その噴射圧力が弱いためにですね、まあ、ダストブルーはやっぱりその勢いで飛ばすという目的がありますので、噴射圧力が弱いままですとやっぱり十分に性能が発揮できません。でそこでどうしたかというとですね、ジメチルエーテルには圧力の高い CO2 を混合させることによってですね、まあ、DME 単体だと可燃性である噴射圧力が低いため、まあ、数パーセントの CO2 を混合して圧力を上げることを確保することができました。まあ、それではじゃあ CO2 単体のものでもいいんじゃないかということが考えられますが、実際は CO2 っていうのは逆に今度は圧力が高すぎてですね、スプレー缶として作るにはですね、すごく不適切で、要は高圧ガス保安法という法律がありまして、それのスプレー缶って適用除外の項目で作られてるんですけども、 CO2 単体で作る場合はそのスプレー缶としては作れなくて、小型のボンベのタイプになってしまいます。そのためにですね、いろいろな、まあ、コストとかですね、使用勝手とかですね、量が少ないとか、そういう問題が出てきています。まあ、ただ後でお話ししますが、そういう CO2 ボンベに関しても使う環境によっては選択していくことも必要だと思われます。で、安全性の追求なんですけども、引火事故の原因としてですね、先ほども言った152A に切り替えたことによって引火事故が発生したというお話をさせていただきましたが、じゃあどういう場合にですね、そういう引火事故が発生してしまったかっていうですね、ちょっといろいろ調べた結果ですね、通常の今までのタイプのダストブラは、こちら、まあ、中のガス風呂に入れてくると問題なんで DME が入ってるんですけども、通常ダストブラってこういう状態で発すると、まあ、気化のものが出てくるんですけども、例えばですね、これをちょっと逆さにしてしまうとこういう液化ガスが、まあ、見えると思うんですけど出てしまうんです。でこれ何が問題あるかというとですね、要はまあ可燃性のガスが液化で出るってことは一気に要は可燃度が上がってしまうと。で要はどういうことが起きるかというとですね、例えば要は、パソコンとか、まあ、機械とか掃除するときにですね、要は通常、まあ、昔のタイプはこれに斜めに使わないでくださいという表示をされてたんですけども、実際問題、そういうものに対して斜めに使わないって、例えば大きいものを下にメンテナンスするときに斜めに使わないってことできないんですよね。でじゃあこういうことをするためにどういうことを対策をしたかというと、こういう新しいタイプ、じゃあ物理的に斜めに使っても液化が出ない構造にしてやるということにしたんです。まあ一応これがもうそのタイプなんですけど、逆さにしても一切、物理的に逆さにしても液化が全く出ないという構造にすることにしました。で一応そういう構造にすることによってですね、要は液化ガスが噴射されないってことになって、機械内部に要は濃度の高いガスが滞留することがなくなったっていうことによって、まあその要は引火に対するリスクを低減することが可能になりました。まあ先ほど説明したこういう、例えばパソコンの時に斜めにしゃがんでしまったりとかいうことはあるんですけども、でじゃあこのノンフロンダストブロワーの選択っていうことですね、いや、まあ、その DME プラス CO2 ブロワーの、メリットっていうと、まあ、地球温暖化係数が1以下で1本あたりの CO2 の排出量が 0.23kg で、まあ使いやすく手頃な価格であると。ただしデメリットとしてやはり可燃性ガスであるので、まあ、火器や通電中の場所では使用できないというデメリットがあります。でもう一つ先ほど言った CO2 ブロワーなんですけども、メリットとしては温暖化係数1で不燃性で、まあ、デメリットとしてはスプレー缶として製造ができないために小型ボンベになってしまうと。
そのために製品需要量が重くて内容が少ないと、あと、いや、どうしてもやっぱりコストがですね、作る過程上からコストがすごく、まあ、通常のダストブロワーの4倍や5倍ぐらいの価格がしてしまうという状況のものであります。まあ、あとはその使う状況に応じたですね、そのダストブロワーの選択が今後は必要になってくると思われます。で、今後の普及活動と問題点なんですけども、まずこの商品、グリーン購入法の適合商品です。で、今までそのノンフローのダストブロワーは市場に約1000万本ほど供給してるんですけども、今まで引火事故の事例は全くございません。で、あと地方自治体主催の環境フェアにてノンフローのダストブロワーの普及啓発活動も行っております。で、あと、ノンフローのダストブロワーの一部商品に対してカーボンオフセットの取り組みもしております。で、逆に問題点なんですけども、よく私どもいろんな環境店に参りまして普及啓発活動をしておるんですけども、その際に一般消費者の方とお話をさせていただくと、そのこのダストブラワーに入っているものの中身がフロンだってことを、まあ、ほとんどの方ご存知ありません。で、それで要はその方々といろいろお話させていただくと、フロンってもう今使っちゃダメなんでしょうということを言って、フロンはもう使えないんですよということをよく聞かれるんですけども、要はそれは昔のその要はオゾン層を破壊するフロンのことの認識がほとんどの方は持っています。で、今代替フロンを使ってるんですよということをお話しすると、あ、そうなんですかと。で、要はその代替フロンは何が問題であるかというと、その温暖化、もう強烈な温暖化効果ガスであるんですよということでお話をさせていただくと、あ、そうだったんですかということの回答がかなりの方々いただきまして、やはりそういう認識を今後一般の方々に対しての要は認識をつけていただくことも今後の普及啓発活動としての問題点になっていると思います。で、最後のまとめなんですけども、まあ、このノンフロンマークのついている、まあ、国内線のノンフロンダストブラーを選択すること、まあ、これなんですけども、まあ、これを使うことによってですね、このダストブラーってほとんど皆さん個人で使っている方、まあ、業務用で使っているとかいうこともあるんですけども、要はそのいろんな冷凍機器とか空調機器みたいなものではなくて、もう個人で今すぐもう明日からでも簡単にできる温暖化対策であります。まあ、ご存じなかった方とかですもんね、まあ、使ってる方、まあ、他の方で使ってる方とかいらっしゃったらですね、こういうものであるということをですね、お伝え願えればと思います。で、今日お話しさせていただいた内容、まあ、簡単にこのノンフローのダストブロワーの秘密という冊子、お配りしていますので、ここにこういう、まあまあ、アニメーションで分かりやすく書いてるものがありますので、もしお時間があればお読みいただければと思います。本日はありがとうございました。山井さん、どうもありがとうございました。今第2部ということで、クリーニングの問題に引き続いて、ノンフロンダストブロワーということでお話しいただきました。冷媒以外の分野でまだまだその F ガス、フロンが使われているということすら知られずに、使っている人も知らないければ買う人も よく分かっていないというような状況の中で使われているという実態ですとか、まあ、それに代わる技術はあるんだというようなお話が伺えました。で、これで第2部一旦終了させていただきまして、次は一旦休憩を挟みまして第3部の方に移りたいと思います。時間は、3時10分から後半第3部始めさせていただきたいと思いますので、また3時10分になりましたら皆様お席にお戻りいただきますようによろしくお願いいたします。